はい、ジャンクコーナー大好き、ロードスト戦記大好きおじでございます。今日はねこちら、もう前回会った時も悩んだんだけど、ロードスト戦記のね VHS、全13巻セットですね。あ、安くなったな。これ1100円だったんだっけかな。550円ならもう買ってもいいわ。これちょっと買おうかな。なんかね、先週か先々週に見たときにね、1100円だったんですよね。だからちょっと悩んだんだけど、550円ならまあ買いかな。 VHS はね一応見れるのはあるから、どうしようかな、悩みます。まあ、ロードスト好きならね買うんでしょうけど、私もロードスト戦記好きなんでね、ちょっと買おうかな、持っててもいいかな。はい、ってことでね、ちょっと買いますか買いませんか動画のつもりだったんですけど、買う気持ちが強くなってます。値段がね安くなった、550円なら。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。それではまた。コンティニュー。こんなのもあります。漫画日本昔話のねセット、15本セット、税込み1650円。懐かしいね。ジャンクのね CD コーナーもあります。気まぐれオレンジロード関係もねちょっと集めたいから、今ね隣ブックオフなんですけど、ブックオフさんもちょっと見てきて、まあ、DVD とね CD と漫画と、あでもオレンジロードはないかな。でもアニメ関連もちょっと入ってたりするから、場所によってはねありそうな気もしないでもないです。ここねファイナルファンタジーもあるし、高いな、100円だけじゃないんだここ、逮捕しちゃうぞもあるね。でその下にね機動戦士ゼータガンダムもある、500円、両方とも500円、 3DSLL もある。でもちろんねゲームもあるんだけど、 DVD もね、あすごいよ、ガッチャマン、ガッチャマンの一巻があるよ。できればでも DVD で欲しいよね、ロードストーとかも。あ、やわらとかあるよ。サクサクもあるな。これなんだ、ヤンキーポリス、ヤンキーポリス三流感がえげつないな。こんな感じになってますね。さあ、ということで以上でした。ご視聴ありがとうございました。それではまた。コンティニュー。